はいえっ、ーえー、と、朝、あのね、えー、起きて1時間ぐらいゴールデンタイムなんで、これ終わったらちょっと一生懸命お仕事バンバンやってると思ってるんですけども、えー、ちょいとあの、 えー、リスプの、あの、のまあ、だ残めいた話なんです、お付き合いいただければと思います。えー、っとあの、いろんなあの音楽だとか、えー、っと、プラモデルとか、あちこちで手を広げてるんですけれども、そっちの方面の人からすると、ちああのドラマの中でリスプが時々登場するんですが、これ一体なんだっていうふうなあの疑問を持たれるかと思うんです。えー、もしご興味あったらと思って、外、えー、略ご説明したいと思います。リスプ処理系あのこれのの先生なか えっと、スライドあのがあったんで、これ、すごくうまくまとまったんで、あのえー、リンク先貼っておきますので、もしよかったらご覧ください、あのコンパイラーとインタープリーターっていうのがあって、でこの間あの、コンパイラーは一生懸命作ってたんですね、えー、C 言語に変換するタイプの、まあ、コンパイラーと言ったらいいのか。えー まあコンパイラーだな一応 <laughs> で,であのリスプというのはねあの古いんですよ私生まれる前の1958年にねあのアメリカのマッカーシー博士が開発したものでしてねで一番あそう人工知能に思いに使われたんですねで面白いのはねあの自分自身に言及することができるんですよあれ書いてなかったかなぁ あまあ、あのその辺りを、えー、とこんなちょっと見ていただけるといいのかなと思いますがあっと自,分自,身に、ね、自分自身を自分で記述できるっていうのが、ねまあ、普通のプロモリ言語にはちょっと難しいんですけれどもあのできちゃうんですよ。 でこれが不思議だなと思ってね、今でも惹かれていますけれどもね、あそれからもう一つ、ISO リスプあ、IS リスプって一体何なのかということなんですけれども、これです。あの JIS の企画にもなってるんですけど、えー、ISO が制定したあの世界標準のリスプの,あの標準企画です、えー、でこれがもともと日本の研究者の方々がの発案が採用されたものなんです、でそれがあの同じものが JIS にも制定されていまして、でその JIS の文書というのもあのネットで公開されていて、IS リスプでググってもらこれもあのリンク先貼っておきます。えー、でね えー、ここにその詳細な仕様があって、これに適応しなきゃいけないっていうんで、えーと、この間、一生懸命やったんですね。 で、これね、し用し読むのね、私苦手、<laughs> 苦手なんですよ。あの人によってはねこういうの、これ読んだだけでね、正確になんかこう、理解できる人っても世の中に存在するらしいんですけれども、私ねに、すごくそういうの苦手な部類の人でして、えー、っと、何回も読んで、こういう意味かななんて思ったりとか、まあ、そもそも読むのがめんどくさくって、<laughs> 読み飛ばして、多分こうだろうみたいな感じで、後でなんでだろうってこう、ここに戻ってくるみたいなところがあるんですけれども。 だからね、あの模型上の,あの、ね、探索さんの,あの説明書を読んでないって言われるんだけど、私、ちゃんと読んでますって、読んでるんだけどもみたいなことをおっしゃっててね、すごくシンパシー感じますね、私もね、読んではいるんだけども、あ頭に入ってないっていうか、でめんどくさくて読み飛ばしたりとかするんで、そういう苦手なタイプなんで、ああ分かる、分かるって感じなんですけども、えー、使用書もちゃんと、えー、あります。 えー、そんなことでね、えっ、ー、と、で、作ってるのが Easy As i s p という、えっ、ーえー、と、言語処理系、リスプインタープリターコンパイラーなんですね。えっ、ー、と、まあ、実用上よりは計算機遊びのためのもので、えー、これで楽しめればいいな、あまあ、ゲームぐらいは作れるんじゃないかなと思うんですけども、えー、そんなつもりで作ってるものですリ。リスプというものですね。うーん、l ね、本当あの、あ そういえば、レディットもね、あれからどうなったかな。アクセスはね、えー、っと、ああ、あれ、あんまりないかな。これレディット紹介して、この山があるのはレディット紹介した時のやつですね。そして、なんか反応あったかな、レディット。よ えっとね、どこ行った、どこ行った、あ、これこれ、あ、20ポイントまで行きましたね、えー、イズスリスプバージョン2.3三のを、えー、紹介して、えー、まあまあ、世界広いので、20人ぐらいが面白いと思ってくれたみたいです、えー。そんなことでね、で、あの、これでね、この間、本気でね、資産200億円あったら、世界中にらずい あ400をあの子供たちに加えるなって,って本気でね思っててで,でなんかあれかな国の,あの国家予算から出ないもんかなって思ってて、えー、やっぱり日本ってあの資源を輸入に頼ってる国なんでやっぱり。 あれですよ友好国をいかにも増やしていってあの素材なんかがエネルギーだとかがスムーズに生えてくるかというのが非常に重要だと思うのでそういったあの諸外国、発展途上国に貢献することによって友好な関係を、えー、さらにあの作っていくみたいな話でそれで、えー、とリスプ世界標準なわけですからね,でねででしかも、あれじゃないですかあのアメリカにも今、一強なんですよ。 ああほぼすべての言語処理系、あるいはコンピューターの CPU なんかは、もうアメリカは独占状態なんですよね、えー、まあ、それはあのアメリカの戦略、まあ、軍事力をバックにしたあの戦略という部分もあるのですけれども。うん、あのー なんかね、会った時に、日本に何もそういったその知的な何か、その、えー、のが技術とか知的財産がないっていうのはまずいよなと、私、常々思ってまして、誰かね、どういう役所なんですかね。 あの私なんか相手にしてくるのか分からないけど、経済産業省あったりの人の役員の方にこう,あのう,こういったの大事だと思うんですが、と補助金でも出てね、200億円でも出たらね、あの願望達成なんだけどなってね、<laughs> 思っております、<laughs> 本気なんですよ、はい。そんなことで、アイスリス,プリスプのことについてご紹介をいたしました。まままたお会いしましょうこれれから一生懸命仕事頑張りますそれじゃあ